分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。吉井委員。はい、委員長。えっ、ー、と。百十八ページの。行政制管理。運営、えー。その中の。法規事務。訴訟経費。 決算額2500万、あります、これ、まず内訳、簡単にどうなっているのか、説明いただけますか小末部長。えっと、この、えー、訴訟、法規事務、訴訟経費などというものはですね、そのほとんどが、 あの訴訟遂行に関しまして必要となる経費といたしまして約1650万円を支出しておりますでその他の部分はあの法,規のあの、えー、法令集の、えー、差し替えとかですねそういったいろいろ事務経費がございますで今申し上げたその訴訟遂行,遂行に関して必要となる経費の約1650万円の、えー、大部分はですね あの訴訟を、まあ、委任しました。弁護士に対しまして、支払っております。着手金等になります。それが、えっと、約一千六百十五万円でございます。吉井予診着手金だけですか？報酬,報酬金とか、その辺は入っているんですか？はい、個性部長はい、報償金もあの払っております。その部分に含まれております。予診。 これでまずあの予算立てあるきにこれどういう？積算？根拠というか、その辺個性部長。はい、まあ,あの経年的にですね。あのまあ、その年度によっては訴訟が多いもの少ないものはございます。けれども、だいたいあの経年。 を見まして、えーまあ、ほぼこれぐらいであろうというような形であの予算を立てておりまして、あのそれほど大きな変動は、まあ、過去ございませんでした。吉井委員そしたら、えーと、前年度がかなり予算、予算じゃない、えー、この経費がかかってるとしたら、えー、その次の年度はもともと増やしていくという形になるんですかね。厚生部長 はいあの例えばその前年度、非常に大きな額を払うのが必要となったというような時はですは、ね、やはりその裁判の,あの内容にもよりますので、えっと、そういったものを見て、あのあまりその前年度が大きかったから、次の年度もそれぐらい確保すると、そういった考え方には立っておりませんので、えー、過去の大体のこう平均的な部分を見て予算化をしております。吉井委員あの それを予算を組むときにその上、上というか、その最高額というか、その法律か何かで、これ以上はだめとか、そういうのはあるんですか、厚生部長えと。そういった上限が定められているというものではございません。あの過去の京都市のいろいろな事例、それから支出の状況を見ながら、予算立てをしておるところでございます。はいよし わかりました。あの、えっと、弁護士ね。どのように決定したのか。それを教えてください。厚生部長、えー。弁護士は、あの、まあ、だいたい本州の場合ですと、えー。数名の、あの、弁護士さんを、まあ、常々、えー、相談をする。 弁護士ということであの位置づけておりましてあの、ほぼほぼそういう方にお願いをしておりますが、あのまあ、事案によりましては、えー、その方があ,のあまりそこは専門が詳しくないというようなものについては、えー、そういった弁護士さんからのご紹介等をいただいて、うんえー、お願いをしているというような状況です。吉井委員 えっと今、えっと、何人かの弁護士さんにということになったんですけど、えっと、今、その相談してる弁護士さんというのは、顧問弁護士という形になるんですか、その辺どうですか、厚生部長、えー。顧問弁護士という位置づけではございません、つどつど必要に応じてご相談をさせていただき、またそ,こそれがあの訴訟に発展するということになれば、えー、委任をしていると、そういう状況でございます。吉井 教頭市としてこれまで、えー、顧問弁護士というのはあったのかなかったのか厚生部長えっと、財務前になりますが、えー、っと昭和61年までは、えー、顧問弁護士という制度がございまして、えー、お一人、えー、お願いをしておりました。吉井あの、まあ、先ほど少し、まあ 専門性云々とおっしゃってましたけれども、顧問弁護士をなくした理由。お願いします。補瀬部長。あの、まあ、訴訟は非常に、あの、多岐に、多岐の分野に。 渡ります。あのまあ、行政訴訟がほとんどですけれどもやはりいろいろな民事訴訟もあ,のありますで。我々が原告になるものもあれば被告になるものもあるということでやはり1人の,あの弁護士さんを顧問としておきますとどうしてもその方の,あのまあ言ったら得て出ないようなものというんですかね専門ではないというようなものが出てきた時にはやはり別の弁護士さんをお願いをせざるをないということになりますのであまりそのお願いをせざるを得ないということになりますのであまりその なんてううんでしょうかその合理的ではないと言いますか、えー、そういったあの考えで廃、え、止、ー、をしたものでございます<し>あの、まあ、ちょっと戻りますけどね、先、弁護士を決定している、どういう形で決定しているのかということをまあお聞きしたんですけれども、えー、その訴訟によって、それぞれのセクションの局がありますよね。 でもちろん、その局があどういう状況なのかもちろんつかんでいるんですけれど、えー、法制局とも相談しながら、えー、最終的には行財政局が弁護士を決めるということなんでしょうかその辺どうですか個性部長あの今あの議員がおっしゃったとおりでございまして、えー、現局の方からいろいろ相談を受けて、えーまあ、その。 事案,によって事案の内容によって法制官の方でこの弁護士にまあ相談するのがいいのではないかというようなことをまあアドバイスをする。まあ、あの中にはです、ね、原局の方で あのもうすでにその弁護士さんに相談に行っているという場合もございますが、あのその場合でもです、ね、あの先ほど申し上げた本市があのこう過去何年間かお願いをしているその数名の弁護士さんのところにまああの相談に行くということがほとんどかと思っておりますよし、まあ、あの答弁聞いている中では、これまではしっかりと弁護士さん、 適材適所というか、専門性を持った方を、その訴訟、訴訟で選んできたということでよろしいですか。小瀬部長。はいあの、そのような考え方で選んでまいりましたしあのさっきね、顧問弁護士やらへんとおっしゃってましたけれども、我々にしたら、あー数名の弁護士さんがそれぞれの訴訟、 それぞれぞに京都市の抱えている訴訟をやっておられるっていうふうに見えるんですよ。で、えーまあ、特に昇格梅の、まあ、全面敗訴といってもいい結果ですけどねあれを見るととてもどういう状況が起こってたんかいうのをね我々会派、まあ、議会 他の会派どういうふうに思ったか分かりませんけど我々の会派としては、ね、非常に、えー、心配しているというか本当に腹立たしい思いでいっぱいですそんな中で、ね、あの地裁で敗訴、今言いましたけど異況であった奨学金詐欺余裕の弁護士の体制というのは今どうなっているのか教えてもらえますか。都政部長はい、えー、今あの ご指摘ございました、焼却場養郵炉の訴訟につきましては、大維地裁の時には、あの京都の、えー、いつも、まあ、大体京都市でお,お願いをしている弁護士さんに加えまして、えー、大阪の弁護士さんお一人ということで、えーっと、1、2、3、5名、5名、5名体制で大維新に臨んでおりました。しかしながら あのまあ、私どもも非常にあの、まあ、大いに今反省をしているところですけれどもあの体制をやはりそれでは弱いのではないかというようなあのご指摘もございましたし我々ももう少し、えー、技術的な部分とかそういった部分の検知あるいは相手,相手の企業のことなどもいろいろ考えますと今の体制ではちょっと しんどいかなというようなこともございまして、現在はあの大阪の大手の法律法人、弁護士法人の方へお願いをしております、そこの弁護士さんが6名、6名と、あとはの地裁の時にお願いをしておりました弁護士さん、その方も大阪なんですけれども、その方1名ということで、7名の弁護団ということで、第2控訴審、望んでいるところでございます。 こんな言い方すると厳しい言い方になるかもしれんけど、やっぱりね、税金なわけですよね、でもし自分のお金を負けたときに払わなあかんという状況であればね、本当に弁護士を選ぶというのがね、私は、私はやっぱり一番重要なところやというふうに思います。で我々議会に対してもお環境は 絶対に負けへんともうこれも何回もあのうちの部屋の中でも局ともやり取りしましたけどでも結果ね、まあ、敗訴です全面敗訴ですよこんなんそういった状況の中でね弁護士これまでどんな状況で選んだはったんか法制官に全て丸投げしたはったんちゃうかなというふうに思うしねだから局それぞれの所管の局と行財政局のお認識が違ったりとか そんなことあってはならんことやしね、でこの訴訟だけと違って、他の訴訟もね、大丈夫やって言ってはるのがね、ここ最近ことごとく負けてますよ、それはね、やっぱりね、それぞれの局の責任もあるけど、やっぱり行財政局としてね、どういうふうに思ってはるのか、それをまずご、ね、お答えください。部長な、はい、なかなかそのの、えー 裁判の,その行方というのはまあ難しいところもあるわけですけれどもあのやはり私どももこの焼却培養郵炉の,あの配送というものを機にですねもう一度弁護士の専の任のあり方専任の方法というのはあの見直さなければいけないなと思っているところでございますあの通常の,あのまあどういったんでしょう割合その重大ではないというかそういったものでしたら あの職員での対応あるいはあの今までのまあ弁護士さんというところでも十分やっていけるかなというところはございますがあのまあ大きな重大な裁判例えばその非常に高額な総額になるとかですねあるいはあのかつて例のないようなあの事案であるとかまあそういったものについては えまあ行財政局とそれからえ担当する当該局それから必要に応じてはえ何らか関係するような局合わせてあのどういった弁護士さんを選んだらいいのかえそこに加えましてやはりあの我々行政の人間だけではなくてですね外部の法律のまあ専門家これはあの弁護士さんであったりあるいは法律のまあ 学者さんというようなものが想定はされるんですけれどもそういった方も交えてその選任にあたってはしっかりとまあ吟味するといいますかあのきちっと選定をしていきたいなとま多角的な目を入れるというようなことで体制を組んでいきたいなというふうに思っております吉井委 あの今ね、部長あの、重大であるかないかとおっしゃったけど、重大であるとかないのとかね、大きいとか小さいとかね、やっぱり私はねそん、そうじゃないと思うんですよ、やっぱりもっと本当に自分が裁判を抱えてて、自分個人がっていう状況になったとき、そのことをやっぱりもっとわれわれ、議会もそうやし、京都市もしっかり認識してもらわなあかんと思うしね。 あの重大とか重大でないとか大きいとか小さいとかっていうのをあんまりその前に出していくと絶対失敗すると思うしねやっぱりこの弁護士選ぶっていうのは非常に大事な重要なとこやと思うし、まあ、これまでね流れの中でやってきた部分っていうのは私はあ,のあったと思うしねだからといって今までのことを言ってもしょうがないしこれから先どういう形でやっていくのか今まあ部長答弁いただきましたけどね 行財政局として、ね、この件について、ね、どういう形で進めようとして,していかはるのか田中行財政局長。 はい、あの焼却売余裕判決、大、ま、負、あ、けという,う、全面敗訴というふうにご指摘いただきました、われわれ法制担当部局としてもあの非常に申し訳ない反省をいたしております、あのまあ、大きく2点あの考えておりますあの、反省材料としてはあろうかと、えー、部長、申し上げましたが、1点目はその弁護士の選任でございますが、ともすれば、 そのこれまでの経過を踏まえた選択肢の中から弁護士をある,ある意味事務的に選んでいたのではないかということそしてもう一点は訴訟の遂行にあたりましてその方針決定といいますかそうしたものについてさまざまなリスクを思い至らした上でと,と,とりわけ今回はこの技術的に非常に難しい案件でありましたそういうことまで思いを至らした上で逐一法的なチェックを受けながら 進行を組織的に判断して行っていたのかと、遂行していたのかという2点につきまして、反省点があろうかというふうに思っております、あの1点目の弁護士の選任につきましては、今、部長が申し上げたとおり、選定会議的なものを作りまして、組織的に決定していきたい、これまでの本市の選任の経過とかにかかわらず、重大とかいう言葉ではなくて、これは負けてはならないというものについては、しっかりと今までの経過にかかわらず選任をしていきたい。その場合には 勝敗率今までの勝敗率とかですね、あるいは、例えばその今まで競争性が全く働いておりませんので例えばその、えーえー、プロポとはどういう言葉を使うのか分かりませんが複数の提案を指して訴訟対応方針を出させて その中から最適なものを競争性の中で選ぶ、業界ではコンテストという言葉を使うらしいですけれども、そうした手法も取り入れていきたいというふうに思っております。また、訴訟の追悼につきましては、これまで確かに法制化、あるいは原局任せというふうにありましたが、我々局長級、部長級を含めまして、しっかりとした進捗の管理の会議を設けまして、その中で、 訴訟の大きな方針あるいは進捗管理あるいは場合によってはそこを通じて上級市長副市長のご判断確認を仰ぎながら進めていくそうしたあの組織的に行う仕組みをあの整えて参りたいというふうに考えておりますあの併せましてその訴訟に至るまでのそれまでの日々のリーガルチェックにつきましてもあの弁護士あるいは専門家の方々等ともう少し少しあれ連携を深めまして。 また法制部局と原局との意思疎通ももう少し図りまして、あの例えばその法制部局と原局で違うことを言うとると、状況認識が違うやないかというふうなご指摘を、まあ、受けるようなことのないように、あのしっかりと連携して、リスク管理というものを行ってまいりたい。えということでえ、少しそのリーガルチェック体制全般につきまして、もう少し組織的に、あるいは仕組みの上で整えていきたい、このように思っております着手金 報酬、負けた時のお金、すべてね税金です、そのあたり、しっかり踏まえていただいて進めていってほしいと思います、ります進行いたします、樋口福久。えー、この間、国も京都市も行財政改革が必要ということを言い続けてきています。 しかも国の場合は、行革努力を地方交付税算定に反映をさせる、つまり自治体に無理やり漁獲を押し付けるということを三位一体改革以来、強めているということであります。例えば、決算年度で言いますと、基準財政需要額の算定の際のひ目の一つに、地域の元気創造事業費というのがあります。 総額が4000億円のうち、業格努力分として市町村には2250億円が計上されていた、これ、国の全体の費用であります、予算であります。この業格努力の指標として、職員をどれだけ削ったか、人件費をどれだけ削ったかなどの項目が示されて、その度合いによって交付税の配分に、 傾斜をつけようというものであります。このことに関しては、本市においてどのように評価をしているんでしょうか、こうした国の誘導があるために、無理な業革努力の号令を町内にかけるということになってはいないでしょうか。有財政部長、はい、地方交付税の算定にあたりまして 地方の行政改革努力分、これを交付税に加算をしようという取り組みについてでございます。今ご指摘ございましたように、地域の元気創造事業費という項目で、人件費の削減、あるいはラスパイレス指数の低いところ、まあ、こういったところに交付税が加算されるという形になってございます。 ご指摘ありましたのは、おそらく27年度の地方財政計画に基づいてのことだと思いますけれども、全国ベースで4000億円で、そのうちの業格分が3000億円で、それを市町村に2250億円ということでございます。私ども、この制度でございますけれども、平成25年度に、 あの国家公務員に準じまして、地方公務員も給与減額するようということで要請がございまして、その見合いであの一方的に交付税が削減されたということがございました、その際に地方からあの抗議の声あの、たくさん上がりまして、これを踏まえて、えー、その行革、まあ、努力の繁栄と加算ということで、えー、作られた 事業のが今も継続してていいるという,ふうに認識をししおります、まあ、しかしながら、私ども行政改革やってございますのは、この制度があるから、この制度があって、加算が欲しいからというようなことで取り組んでいるものではございませんで、そういった認識はしてございません。 そういった趣旨ではないと、あの加算があるから、えー、星3に行革をしているのではないとこういうことでありますけれども、えー、それではだから今行っている行財政改革というのは、どういった、本氏が行っている行財政改革というのは、本氏の意思によって、本氏が率先して行っているんだということでしょうか。有機部長 はいえー、本市の行財政改革でございますけれども、あのえー、市税、あるいは地方交付税とその一般財源収入が、えー、三位一体格以降、あの削減といいますかあの、減ったままあの横ばいというような状況でございまして、一方、あの福祉関連経費については、右肩上がりで増加を続けていると。 ただ、この福祉関連経費を右肩上がりで上がっているこの福祉関連経費の増額分、これをどうやってカバーしていくのか、確保していくのか、市民の福祉を守るためにどうしていけばいいのか、そういう観点で、業界に取り組んでいるというところでございます樋口福祉さん。まああの とりあえず確認はしておきたい今できたのは行革が国に言われてしているんじゃなくて本市の意思で行っているなということは今答弁があったということを確認をしておきたいと思いますではこの本市が取り組んでいる行財政改革の中身なんですけれどもまずその中身の議論をする前に国が地方創生路線の中で示しているトップランナー方式について先にお聞きをします。 本氏は最小の経費で最大の効果を上げるという理念は間違っていないという認識をこの間示していますでも結局はこれ考えてみれば国が地方交付税を削減をするための手法として結局使っているという点に関してはどのように考えていますか結城部長 トップランナー方式についてでございます。これにつきましては、今、ご指摘ございましたけれども、地方自治法の定めに基づきまして、やはり自治体の運営というのは、最初の経費で最大の効果を上げるというのが基本になってございます。このトップランナー方式というのは、そういう規定の上に立ったものでございまして、その趣旨自体を全否定と。 いうことはできないといいいいとううううふうに認認識識をいたしておりまますそういう認識でございますはいで、樋口祐久さん。その認識は、だから先ほど私あの、私の方からも紹介したんですけれども、その上で、結果としてね、結果としてというか、もともと国も言ってますけれどもね、地方交付税削減をするということでね、使われている、実際に、ね、 このことによって削減がされてしまっている、このことに関してはどうお考えですか有木部長失礼しました、えー、そういった考え方の下で、えー、このトップランナー方式を導入するという部分の経費、これにつきましては、あの基準財政需要額を切り下げているというふうにはあの認識をしておりますけれども。えー 地方交付税総額あるいは一般財源総額という意味では前年度を維持するあるいは微増というような形で確保されておりますのでこのトップランナー方式で切り下げた分どこかに加算をされているということでございましてその内訳は分からないわけですけれども全体として えー、一般財源総額は確保されていると、そういった認識でございます樋口福士さん、あのー。総額として確保されていると言いながら、一方で減らされたままという答弁もされてますよね、一般財源収入が。なんか矛盾してますよね、まあ、確かにこの数年でいくと、この一般財源収入のところでいうと横ばいというところがあります。ただそれれは本来であればももっともっとと増えていく 社会福祉関連経費が、ね、増えていく中で需要が増えていくその中で増えていくはずのものが削られてしまって横ばいになってしまっているということではないんですかだからこそ本市も国に対して求めてるわけでしょもっと増やすようにとだからそこのあたりはね、えー、きちんと、えー、そういった認識に立っていただかないといけないと思うんですよねあの国にしてみたら この行財政改革という名のもとに国から地方への支出を減らすそのために、えー、地方自治体の在り方そのものさえ変えていく地方自治体の集約さえも行う、まあ、こういう方向がね今の地方創生路線なんですよねその手法としてトップランナー方式、えー、導入されているただ だけどもこの今お話を聞いているとトップランナー方式は間違っていないと言っているその一方で国に対して一般財源収入をね増やしてもらうようにいう交付税増やすように国に言っていますと私こういうふうにいくら言われても説得,に説得力にね欠けるなというふうふに思うんですよねトップランナー方式ねこれはこれで 間違っていません、こういう姿勢ね私はしっかりと改めてその上で交付税、一般財源収入、きちんと措置するよう国に強く求める必要があると思いますで次にあの本市で行われている行財政改革についてですけれどもあの最小の経費で最大の効果、えー、という考え方は私一般論としては否定されるものではないと思っています。しかしか 自治体の場合はこのことの追及が本当に正しい選択になるばかりではないなとこのことは気をつける必要があるなというふうに思っています。というのも自治,体自治体の本質である住民の福祉の向上という考え方を置き去りにしてしまって市民生活に重大な問題を引き起こしかねないこういう危険性があるわけですね。 こ,のこうした認識はありますか有機部長、はい、あの先ほども申し上げましたように、あの市税、あるいは地方交付税という一般財源収入が伸びないという中で、えー、福祉関連経費あの、普通にしておりましてもあの、右肩上がりに上がっていくということでございますので、あのそういった福祉関連経費の確保について、えー、年々厳しくなってきていると。 ある意味、市民生活を守るために厳しい状況が年々続いていると、そういう認識でございます樋口福士さんあの。福祉関連経費確保するのに厳しいという話でした、ただ、この行財政改革を行ったことによって、この福祉関連のところの分野に重大な影響を与えている。 あの例えばこの都プラン実施計画の行財政改革の目標の中で消費的経費4年間で250億円削減するという目標を掲げていましたで終わったところで結局381億円の削減を達成をしましたこういう報告になっていますねこのことによって一体何が起こったのか 市営保育所が廃止をされる、緊急通報システムが値上げされる、65歳以上の市民税軽減措置制限措置の廃止が行われるこれ、市民から批判の声が寄せられる中でこうしたことが次々と強行されてきました。これらが市民生活に深刻な影響を及ぼしている、こういう認識はありますか有部長 あの今、いくつかあの事例を挙げていただきました、あのそれぞれあの市民の皆さんに一定のご負担、ご無理をお願いしている部分はあ一定あ,のあろうかとは思いますけれども、全般的に一方で、えー、福祉の充実、えー、新たなニーズに応える形で、えー、充実もやっておりますし、トータルとして福祉 関連経費守っっていいるとそういった認識でございますまた見直しにあたりましてはあの、そういう影響が極力ないように、えー、まずはまああの身を切る改革といいますか、えー、そういったことをやりまして、えー、できるだけ、えー、市民サービスへの影響、これがないようには、あの配慮をいたしているところでございます樋口福祉さんあの極力影響のないように行うという話がありました。 まあ、あの個々、具体的なところで言いますとそれぞれの担当局のところで詳しく議論がされていますからここでは全体的な話として今、いくつかの例を挙げるにとどめてお,おきますけれども私はあのこういう行財,政改行財政改革という名のもとに市民の声に、ね、耳を傾ける姿勢をなくしてしまっているというふうに、ね、感じているんですね。ここが一番の問題だと思いますですでから あのここはしっかりと改めていく必要があるなというふうなことを指摘をしておきます次に視聴者整備についてお聞きをいたします、えー、決算年度は基本設計が行われていますその際工事費が301億円になることが報告をされました でさらに今年度の実施設計の際の工事費は320億円になりますという報告もありましたで工事費用以外に地下通路に13億円その,他のその他にも移転費用がかかるということでありますでそこでなんですけれども視聴者整備の総事業費は現段階でどの程度になるという予定でしょうか 今、えー、実施設計が終わった段階でございますけれども、あのえー、建物の部分で事業費で、えー、320億円、えー、それからあのその他費用のところは、ちょっとこれはまだあの将来的なものも含まれておりますので、 これは基本計画でもお示ししてますように、30億円というふうに今、見込んでおりますので、350億円ということでございます樋口福久、はい。基本計画策定の際には、あの工事費用で言いますと、247億円。 まあ今、3億円というあのその他費用が3億円という話がありましたけれども内訳が地下通路が9億円というふうにその時はおっしゃっていましたので移転費用などが21億円という計算だったんだろうなというふうに思うんですで今の段階で工事費用がこの247億円から320億円で地下通路が9億円から13億円と増えているというふうになっていますから えっと移転費用が21億円のままだったとしても、えー、全部足すと354億円これがもう少し増えていくのかなとこの間、工事費用なんかも増えていますからプラスアルファということになると思いますけれどもこの認識でよろしいでしょうか。厚生部長 はい、あの地下通路につきましては、あの先日の経済総務委員会でまあ、実施設計のご報告をしたときに、えー、13億円に今あの見込んでおります。ということでもご報告をしたとおりでございます。ただ、その他の部分を合わせたその他費用についてが、今の議員からの、えー、お話がありましたように。21億円の。 なのかあるいはそうではないのかというところはちょっと今まだ未定の部分も含まれておりますので私どもとしては今のままでその他費用については30億円ということで申し上げたいと思っております日口福と工事費用に関して言いますと基本構想のときでは確か217億円というのが。 示されていいたのかなと思います217だったかな、まあ、それぐらいだったと思いますけども、まあ、そこから結局320億円に増えている、でまあ、今の段階で350億円ぐらいになるだろうと、全体としては、ね、掃除業費がと、まあ、いう話でありましたから、まあ、ここに関しては、さまざまな軽減措置を、ね、やはり考える必要があるだろうなというふうに考えています。 まあこの問題ちょっとまた明日も引き続き少し議論をしたいと思います。以上です。はい。進行いたします。岩浅委員。えー、それでは、えー、よろしくお願いしたいと思います。あの私の方からですね、まずあのこの二十七年度、えー、この決算のあのまあ総括とあ言いますか、これについてお伺いをしたいというふうに、えー、思いますで。まあ一般会計では十九億九百万の黒字 また全会計合わせたものにおいては、355億100万の黒字ということでございました。でまあ、あの民間企業ではございませんので、私もその黒字、黒字ということには、あの市民の皆さんにもの言葉を選んで使わなくてはいけないというふうに思っておりまして、まあ、予算内で納めたと。 あいうような言い方をあのさせていただいたりもしているわけでございます。でまずですね、この、えー、こういった予算内でまあ収めたということでございますので、であとですね、これあの全国もどうなのかなということで、えー、最近あの記事が出ておりました。でそれを見ますとですね、えー、全国でも都道府県税4年連続増加、財政健全化団体はゼロ。 ととというようよなことで総務省がままめてますで市町村の普通会計でもですねやっぱり都道,道府県から配分される地方消費税交付金が大きく増えたとこういったこともあって、えー、歳入歳出ともに増えてはいるけれどもすべ、えー、ての団体が黒字で赤字団体はなかったということですのであの全国のトレンドとこの京都市ですね あの方向的にはほぼこれ、同じ形で、それぞれ決算を打たれてるなというふうに思いますが、まあ、この辺のところを含めて、総括的にまずお話を伺いたいというふうに思います有機財政部長、はい。27年度決算の総括ということでございます。今、まあ、市税等の動向について ご紹介をいただきました。えー、本市の市税収入、えー、昨年度から約8億円、0.3%の伸びとなってございます。えー、これがその全国のトレンドというところでいくと、まあ、もう少し高い伸びを示してもいいのかなというようなことは若干考えております。またあの、えーえー、消費税ということでございますけれども、<laughs> 本市の場合ですとあの、不税交付金という形で、えー、京都府からあ交付をいただいております。えー、これの決算額も、えー、26年度決算に比べまして、えー、121億円。 44%の増ということで、このうち消費税交付金については、あの実績報告書にも記載をさせていただいておりますけれども、122億円の増ということでございます。これについては26年4月に消費税率の改定がございまして、これの平年度かというふうな認識でございます。まあ、こういった収入のほう、まあ、市税、あるいは消費税と増えているわけですけれども、 全体としては交付税がその増えた分だけ減っていると。 といいいいううう中でで一般財源収入については微増というような認識でございますそうしたちょっと厳しい状況の中でございますけれども、あのしっかりと政策を推進し、とりわけあの公共投資につきましては、国の経済対策とも歩調を合わせまして、できるだけ有利な財源を活用するということで、27年度の予算につきましては、2月の補正予算と投資予算を一体として編成して、経済の活性化というものを図ってきたところでございます。まあ一 一方で、えー、民間にできることは民間にということで、えー、行政改革を着実に進めることによりまして、えー、特別の財源対策、予算のときには74億円でございましたが、えー、決算では41億円ということで、えー、減らした上での、えー、黒字でございます。えー、ただあの 減らしたとはいえ、41億円という特別の財源対策を講じた上での決算でございますので、えー、手放しに評価できるものではないということで、えー、引き続きあらゆる努力を積み重ねていく必要があると、このように考えております岩佐委員。はいあのまあ、全国もです、ねあのこのえー、都道府県税、えー、多分これがあの影響して。 でなかなかやっぱり市税の方もですも、ね、もう少しあの伸びてもいいというふうには思うわけですが、えー、なかなか8億の増だったとでこれはまた後で少し伺いたいと思いますが一方で,です、ねまあ、地方交付税も30億それから臨済債も64億ということで、まあ、それぞれあの減ってきていることもあります。であの私もです、ね、あのこの平成20年に 赤字決打ちましたであの30億の実質赤字ということで、まあ、そのときは、市税収入は多かったんですねあの三位一体改革というか、税減以上もありまして多かったです。でただ、一般財源としてはトータル変わらないというところで、まあ、30億という大きな赤字がまあ出たということであのございました。でこれらあの、まあ あの比較ができればと思うんですが、平成20年のこの資税収入が大きく増えた時ときと、今の,あの27年度ですね、まあ、資税は増えない中で、まあ、一般財源としてはそう変わらないということですけれども、えー、ここでの,その大きな比較っていうものはあのできる、できますでしょうかね、あのど,どのように分析できるかなっていうことをちょっと伺ってみたいと思います。有機部長 はいえー、資税収入、最近のピークは今、ご紹介ありましたように、平成20年度でございます。えー、この時20年度の秋にあのリーマンショックというものがございまして、えー、その次の年度からは、資税、えー、減ってきているわけですけれども、えー、一定のピークがございました、えー。この時の状況でございますけれども、えー、平成16年度から18年度にかけまして、三位一体改革というのが行われまして、えー、全国で、 規模全国で言いますと、3兆円の税減以上ということで、えー、地方の方に税がまいりました、えー、このために、この13日大改革の前の15年度から比較しますと、市税収入は320億円ほど。 増えた2664億円とまあこういった状況でございました一方で当然これ市税が増えておりますので地方交付税の方が削減をされておりましてこれは三民一体改革で500億円削減をされたといった状況でございますそういう意味ではご紹介ありましたように今年27年度の状況とまあ似たようなところがございまして税は増えたけれども交付税が 減っていいいるというののが20年度の状況でございますえ今年度につきましては、えーまあ、税というよりはあの、不税交付金、消費税の増はありましたけれども、交付税が減っていると、まあ、似たような状況かというふうに考えております岩委員、はいまあ、そうなりますとです、ね、ここはあの、まあ、私でもあのこの仕事をさせていただいて14年になりますが、まあ、毎年のこの決算の中ではですね、 えーまあ、いつもいつもこう厳しい、えー、財政状況ということで、まあ、資税が増えればあ、交付税が減るというような中でのこのいたちぎごっこではありませんけれども、まあ、いつもそういう状況、厳しい状況の中で、えー、やりくりをこう常にしながらやってこられたというふうに思います。であのー、厳ししししい財政状況のもとにありりましててっかりと無駄を排して えー、効率的な行行財政改革を行うと、まあ、このことはあの暗記ができるぐらいにですねもう皆がまあ口にしてきてまたそれを実行もまた移されてきたわけでありますけれども、えー、やはりあのここに来てですねあの国に交付税の確保を求めることもこれはもう地方自治体としてはやっていかなきゃな,ならないということはあの当然思うわけですけれども、えー、やはりあの自治体としてのですね えー税というものについて、やっぱりあのしっかり考えていかなくてはまあならないあの時期にあの来たんだろうなというふうに、皆さんも思いだろうというふうにはあの思います。であの今回、まあ、ちょっとそこに至るまでにです、ね、1、えー、つはあの徴収率ですね、このことについても、やっぱりあの自治体の努力ということでされてき来られたことでございます。で今回あの市民税が 徴収率が98%ですかね、過去最高をしたと、取れたということでございますが、まずこの辺の取り組みについてですね、伺いたい、まあ、こういうふうにして最高額、徴収率が上がったのは、その要因をどういうふうに分析されているのかということも、まず伺いたいと思います。 市は高輪市民税支出あすみません、あの納税支出から、えー、ご答弁申し上げたいというふうに思います失礼しました、林納税支出失礼いたします、徴、え、収、ー、率、平成27年度につきましては98.3%、えー、前年比0.4ポイント上昇いたしました、えー、この要因といたしましては、まず、えー、市民の皆様の納税へのご理解、 ここれがああっててそとといいいうう成果であるというふうに考えてございます加えて、えー、副市長を、えー、本部長といたします京都市市税収入確保推進本部の下、徴、え、収、ー、職員が、えー、滞納早期の段階からきめ細やかな納税催告や粘り強い納税指導を行い、えー、財産があるにもかかわらず、どうしてもご納付いただけない方には、毅然とした態度で、えー、滞納処分に臨む。 このような地道な取り組みの積み重ねが聴収率の向上につながっていると、このように考えてございます岩佐委員。結局その、まあ、私としてはこの徴収率が上がったと同時にです、ねえー、この不能欠損額について、あのー、非常に、えー、気にをしております。 であの市税の不能欠損額でいきますと26年度は5億3100万これが27年度は4億7200万ということで6000万ドル減ったわけですが市税に至ってもやっぱり4億7000万という額が不能として不能欠損として上がっておりますでこれはあの、まあ、毎年の徴収率を上げていくことによりまして え減ってはきておるんですけれども、やはりあのこの数字はあの気にしているところでありまして、えー、この不能欠損額、あこれをあのしっかりとあの減らしていくという意味においては、ですね、あのー、当然、しっかりとしたこの執行停止とか不能欠損に至るまでにですね対応していただいていると思うんですが、特にあの大型の滞納ですね。 書類審査でも拝見をさせていただきましたが、この辺についてはあのどのように取り組みを進めていか,いかれたいというふうに思われるのか伺います。林市長、はい、不納欠損につきましてご答弁申し上げます。議員ご指摘のいただきました通り、平成27年度の決算におきまして不納欠損処分といたしましたのものは3万 5937件4億7200万円というところでございまして平成26年度決算と比較いたしまして約6000万円減少したところでございます平成27年度の不納決算の金額につきましてはこれまでと同様体能整理の見極めを厳正に行ってきた結果でございましてその結果減少したものではございますが 調停額に占める不能欠損額の割合はでコンマ18%となりまして26年度から減少している状況でございます不能欠損につきましては資税債権の放棄であるということから法令に照らして厳正に処置しなければならないとこのように認識してございます今後とも綿密な財産調査や実態調査を実施し厳格な適用に努める 努めてまいりたいこのように考えてございます。岩佐委員、はいあの非常にあの大変厳しいお仕事だというふうにもあの思います。まあそれをあの努力してやっていただいていると思いますし、えー、またあの次期ミャプランでもですね、えー、まあこれに限らず債権の回収というところではあの力を入れていかれるということでございますので、えー、しっかりとの取り組みを進めていただきたいということをあの改めて申し上げておきたいと思います。 で合わせまして、ですね、あのー、今は市税のお話でございましたが、市税以外でもですね、不能決算額がございますで、主なものとして挙げていただいているものとしては、生活保護費の返還金、から市営住宅使用料、保育所保育料に関わるものと、まあ、こういったものがあの大きく挙げられております、えー、当然、この部分につきましても、あのー、ほぼ毎年、この減額をしてきているというか、 成果は上がっているというふうに思うんですが、具体的には原局だというふうには認識しておりますけれども、財政を全般的に預かるこの行財政局として、ですね原局との関係、またどのようにしてそれを防ごうとしているのかというところについて伺いたいと思います西村資産活用推進室長。 債権、はいえー、の取り組みでございます、えー、先ほどの税に関しましてはあの対策本部を作ってやっておるというところでございましてこのような、えー、と税以外にも、えー、国保と介護、まあ、この3つが従来から対策本部を設置してやってきたというところでございますでそれ以外の債権につきましても、えー、本市といたしまして、まあ、強力に進めていくという方針でございまして、えー、平成27年度から この先ほど3つある対策本部以外の債権をまあ債権管理タスク本部を設置いたしまして取り組んでいるところでございます。で具体的に申し上げますと、えー、まあ年間えー、えー、えー、っと。 収入未採額が約1000万以上ある債券というものを抽出しましてこれは現在約21債券ほどございますそういったものでそれぞれ情報を取り組み状況を共有いたしまして27年度から例えば28年度にかけて効果が上がった取り組み事例などをみんなに共有いたしましてそれをまたそれぞれの部署に波及させていく。 あるいは研修を充実させていく、まあ、こういった形で、えーまあ少し、少しずつではありますけども、まあ、成果が上がってきているというところでございます岩さん、はい、あのー、やはり、これはあのー、公平性からいきましてです、ね、払える方にはしっかり払っていただくと、なかなか厳しい方も当然いらっしゃると思います。まあ、そういっっった方にはしっかりとです、ね、お話を伺って その上でやはりできることをしていっていただくということが大変大事かというふうに思いますので特に大口1000万以上ということはかなりの,その期間があると思うんですよねいきなり1000万ボンとくるわけでは僕はないと思うんですだからやっぱり初めの入り口のところからしっかりとそのようなところきめ細かく対応をやっぱり続けていってもらいたいなというふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 であのまあ、そういったことも含めましてです、ね、今あの、非常にこの徴収率のことであるとか、また行財政改革も進めてくる中での苦労ロでありますが、まあ、先ほど申し上げましたように、やはりあの、都プライにも書かれてました、あのやっぱ税収を上げていくということがあの非常にあの大事であるということで、今、この税の在り方についても、今、議論をしていただいているというふうにあの思います。 であの今回、ですねあの京都市の決算カードもあのホームページに載っておりましたであの目的税としてですねあの入党税がありましたでこれもですね、えー、この決算カード見ると、まあ、1億1000万ということで、えーまあ、この入党税なんかもあのいただいておるわけでございますまたあの一方でですねあの全国知事会でもですね観光や環境分野でですね やっぱりこの地方創生に向けての税の検討をしていこうというようなことがあの今日の記事でしたあの会長は山田さんですけど載っておりましたで、えーまあ、当然あの知事会としましてもですねいくつかのメニューをこれから検討して、まあ、その上で各地方自治体が何を採用するのかというようなところまで決めれればというようなところで 記事は終わっておりますので、具体的なことはまだまだこれからだというふうには思いますけれども、えー、京都市としての,その代表質問でも出ておりました、えー、宿泊税をはじめとしたです、ね、あのこういった目的税というものについて、本当にあの考えていかなくてはいけないというふうに思うんですが、今の行財政局としての,あの考え方をお示しいただきたいというふうに思います。古川税務部長 あの税のあり方についてということでございまして、あの先生、今ご紹介いただきましたように、まあ、税に関してはいろんな動きといいますか、あのこともございまして、私どもも日々情報収集をしているということが現状でございます。ままたたたご紹介いただきましたようにあの 新たな入札客への新たな負担のあり方ということで、親善の創設も含めて前提条件をつ,つけることなく、新たな財源を見つけていく、徴収していくべきなのかどうなのかという議論を検討委員会を設けまして、8月に第1回の検討委員会を設けまして、具体的な議論をこれからスタートさせようということで、開始をしたところでございます。とでいののの具体的にどよようなものというようななも議論には 至っておりませんが、今後、検討委員会の中でさまざまなご議論をいただいた上で、私ども、京都市としてもどういったことができるのか、やっていくのかということを、えー、議会の方にも報告を入れながら、えー、逐一検討をして続けてまいりたいというふうに考えております岩特にですね、他都市から見ると、やっぱりあの京都市はどっちかというと勝ち組に見えるだそうです。 <laughs> あの観光客も5000万人を超えてますし、えー、どん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 活性化して、ですね非常にあの京都市さんは羨ましいですねと、9700億からのですね、えー、この,あの経済効果も出てるということですが、まあ、実際にはあ、もう皆さん、ここにいらっしゃる方はご存知のように、えー、税の関係もありまして、法人市民税としてはほとんど出てこなくて、えー、これは風や、また国の方うにまあ行ってると。 いううよな状況がありますで本当にそういった意味ではあの来ていただいている観光客の皆さんにもです、ね、また受けてもらっている市民の皆さんにもです、ね、非常にあのご負担をかけているような状況もありますのでやっぱりそこのところはあのしっかりと見据えてやっていただきたいですし、えー、税の体系が変われば一番いいわけですがなかなかそこにはあ道はまだ遠いというふうには思いますので、えー、しっかりとあのそこのところの,あの特性を踏まえてですね やっぱり市民の負担感を和らげていくと、また活性化に資するようにしていくと、えー、これはもう全国の流れでもありますから、あのー、逃さずに、この機会を逃さずにやっていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。であと、次に参ります、あのマイナンバー制度導入について伺いたいと思います。あのーまあ、昨年から始まりましてです、ね、えー、現状の,です、ね、あの申請率はどういうふうになっているか。 また全国とはどうかというところをまず伺いたいと思います川淵番号制度企画調整室長。マイナンバーカードについてでございます、いわゆる個人番号カードについてでございますけれども、本年1月から交付を開始いたしておりまして、当初は全国的なシステム障害によりまして、交付に遅れが生じまして、市民の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたけれども、 地方公共団体情報システム機構、いわゆる JIS の方において、4月下旬にトラブルの原因を取り除く対応が行われまして、本市においても5月以降は順調に運用できていると認識しております。先生ご質問の本市における個人番号カードの申請件数でございますけれども、8月31日現在で約14万件でございます。 まあこれは人口比、まあ、いわゆる申請率でございますけれども、約9.9%というふうになります。うん、ちなみに、全国では約1194万人の方が申請をされておりまして、まあ、人口比で申しますと、9.3%というふうになります。うん、ということで、まあ、本市は全国平均を若干上回っているというふうな状況になってございます。 員ほぼ全国と、まあ、ほぼあのニアということでありますであの、宮古プランの第2ステージですけども、まあ、こちらでもマで、ね、イナンバー制度の導入を契機としたきめ細やかな市民サービスの向上のための窓口改革と市民目線に立った行政事務の効率化の一層の推進というふうに書かれております。 でまあ、あの窓口改革等々についてはです、ね、これはあの文化市民局の,あの所管でもあろうかというふうにはあの思いますけれども、まあ、あのやはりこの市長のところで,です、ね、あの調整室として、やはりあのこの申請率、これをあのこうやっぱ上げていくといいますか、やっぱ利用していただけるようにあのしていくにはです、ね、えー、このままでは。 あのいかのでははなないかなといかとうには思っておりますで、我が会派としてもあのコンビニ交付なんかについてもです、ね、あの申し上げてきているところでありますけれども今、調査費もつけていただいておりますがやはりあのこれに対するメリットこういったものもあのきちっとあのお示しをしていかないといけないと思いますしまたその改革も必要だというふうに思っております。 で昨日のあの書類審査でも、ですね、あのこ,れはまあこれも文化市民局になるんですが、あマイナンバー法対応経費というようなことであの算、あの書類の方も見せていただいておりました、えー、ただ、やはりあの今年度も、これらの契約もされておるわけですが、えー、今の現状のままでですね、行、えー、っても、そう進むもんでもないだろうというふうに思いますので、やはりあの人員のことも含めて、ですね、えー、今後、 まあどういうふうにしていこうといかれるのか、まあ、どういうふうにお考えなのか、まあ、文化市民局との連携は当然あろうかと思いますけど、ど、まあこれらも含めて、今の調整室としての考えを聞かせていただきたいというふうに思います川淵市長。今、先生、ご指摘の窓口改革でありますとか、まん延防対応経費の関係については、 詳細は文化市民局の方にお尋ねいただければ幸いかと存じます、その上で、市民への働きかけ等についてどうしていくのかというふうなお尋ねだというふうに認識をいたしております、この間、システム先ほども申しましたけども、システム障害等の影響によりまして、申請から長期間経過してもカードを受け取れないといったような市民の方に、可能な限り早期に交付すべく、交付することを最優先の課題として取り組んできたところでございます。 その上であの現在の申請率に我々も決してあの満足をしているというじ、えー、認識ではございません。今後は今も先生ご指,摘いたご指摘いただきましたように、まだ申請をされていない方への働きかけ、こういったことが非常に重要になってくるかと思っております。まあ、この間あの出前講座等を行いまして地域とかに入って周知啓発等も行っているところではございますが、まあ、例えばまあ、これは取り組み事例と。 そしては大変少ないようですけれども企業等に出向いていってカードの申請を受け付けている自治体もあるといったことも聞いておりますまそういった事例も参考にしながら関係局ともども検討を進めてまいりたいと思っております加えて市民の方に個人番号カードを取得するメリットを理解していただくことが非常に重要だというふうに認識しております 個人番号カードは、ご承知のように顔写真付きの公的な身分証明書となるものであり自宅のパソコンから確定申告ができます e t a x にログインすることができるほか来年7月に設置される予定であります本人専用のホームページでありますマイナーポータルこれにログインすることによってプッシュ型のお知らせサービス例えば予防接種の案内や定期検診の案内等がありますけれども さらには電子申請によるワンストップサービス、例えば児童手当の認定等、こういったものを想定しておりますけれども、そのようなサービスも送られるようになることも、今現在、検討されているところでございます。今後とも、このように段階的にメリットが発揮されるカードである旨を分かりやすくお伝えするとともに、証明書のコンビニ交付をはじめ、本市としての独自の利用方法についても、国の動向も見ながら、 利便性の向上の観点から積極的に検討を行いまして、さら,さらなる服促進につなげてまいりたいというふうに考えております岩委さん、はいあの、いろいろと多目的利用のね今あの今、市長からもあのご提示がございました。でやはりりしっかりとこの これはもうすみません、分子の方ですけど、何べも言いますが、対応経費ということで、また28年度も契約されておられます、ただ、今までと同じようなことをしているためだけではいかんというふうに思いますので、しっかりと委託もしているわけですから、ここのところも含めて、内容についてもしっかり詰めていただきたいということをお願いして終わります進行いたします、中野委員。 はいえーとそれでは、資税収入で、えー、固定資産税の変遷についてお伺いしたいと思います、えーまあ、固定資産税が、えー、平成24年度をそこに右肩上がりということで、えー、特にあの27年度は1014億3700万とおーずっと右肩上がりを続けています。い、まあ、いろいろおー外国資本があー 投入されてそして購入をする需要と供給のバランスもあって非常に地価が上がっているというふうな話も聞いておりますしまた、例えば民泊に関して言えば市内の中央部では2 3 0 0万でしか買ってもらえなかった空き家が今1000万近く出すから売ってくれと。 というぐらい、まあ、いわゆる民泊バブルというのも起きているというのもございます、まあ、そういう部分も含めて反映しましてです、ね、現在、固定資産税がまあ右肩上がりということでございますけれども、えー、実際に局としては、この右肩上がりの要因をどのような形で分析されていますか古川部長。 えー、固定資産税の推移ということでございます。今、あの先生ご紹介いただきましたように、24年、えー、最近に言いますと、24年度を底にして、その後固定資産税額がえ堅、ー、調に上がってきていると推移してきているというのが事実でございます、えー。これにつきましては、あの？ 観光をはじめとした京都経済の活性化、確実に経済が回り始めているというようなことも含めまして、地価の上昇トレンドが固定資産税の税収の増に大きくつながっているのかなというふうに認識をしているところでございます。また、あの昨今の経済状況の回復に伴いまして、企業側の設備投資への設備投資の増ということで、消費資産課税なんかにつきましても着実に伸びてきているというようなことと、 認識をいたしております中野委員、えっと、そういう中で、ですね、まあ、この傾向は、これから今後も続くよう、続く形で考えてますか古川部長。あのまあ、今あの、昨今も地価工事士とか基準調査士の価格ということで公表されておりますが、まだ地価の上昇ということがトレンドで続いておりますので、まあ、私ども、えー 経済全体のことでございますので、なかなか先行きが見通しがなかなかこうだというようなことは言えないわけでございますが、今後とも私どもは税収を上げるというような観点から、町内各局でいろんな施策を取り組んでおりますが、そうしたことから京都市の税収を上げていくというようなことに、今後とも取り組んでまいりたいというふうに考えております。中中野委員、はいえー、とそういいいった流れのので28年度の見込みは、えー、おいくらぐらぐえ ちょっと28年度はまだ途中でございまして、今、あの私ども、対外的にこれぐらいというような数字をちょっとまだ持ち合わせていないというのが現状でございます中野委員えと。ちなみにこの12年間で、まあ、この1020億円という、まあ、いわゆる一つのラインを超えたのは、17年度と23年度の2回ですけれども、まあ、こあの実はこの,そのラインを超えると、その直後の年度は、 突然980億円に落ち込むという一つの流れになっていますが、まあ、固定資産税は安定していますけれども、この急激な下落はど,どういうこの流れの中で起こってるか、まあ、単にたまたま偶然なのか、この辺に関しての分析はどうですか古川部長。やはり地下の動向というのが固定資産税には直接につながっていくものではないかというふうに認識をいたしております。 中野委員ということは、まあまあ、上がりすぎた分、反動して大きく下がると、まあ、こういう見方をされてるという理解でよかったですか古川部長。すみません、もう一つ、要因といたしまして、家屋の評価につきましては、経年減価でだんだんと下がっていくというようなこともございますので、家屋の落ちが固定資産税の減につながるというような部分もあるかというふうに考えております。中野委員 まあ、そ,そんな流れの中では、えーまあ、ここ今回は、もうそのラインギリギリまで来てますけれども、このトレンドでいくと、今後、ズドンと下がる可能性もありますけれども、その辺に関しては、どう分析されてますか。古川部長 なかなか先行きというのが、私どもも言えるような状況ではございませんが、例えば家屋につきましても、マンションですとか、いろんな大きな事業所、またホテルなんかも建っておりまして、そうした部分では建築についても引き続き、今現在、顕著な状況にあるのではないかなというふうに考えてございます中野委員、まああの。そういうふうな中でですね、さまざま、固定資産税的には、 あまあ、資税収入の中での、まあ、ある意味、大口でもありますし、えー、実際に、まあ、そういった流れがさまざま出ている中で、えー、実質、まあ、これからの京都市の、まあ、数少ない財源でもありますので、えー、その辺についてはあ引き続き頑張っていただきたいと思いますでもう1つ、えー、海外資本がは入ってきているというふうな部分があります。 実質外国の方が購入をされているというケースも少なからずあります、まあ、この部分に関しては当然、取り漏れというふうなところはないと思いますけれども、仕組み的には確実にそういった方からも徴収できるという部分については、どういうふうな工夫をされていますか古川部長。あの 税につきましては当然のことながら所有されている方に課税をするということでございますが外国籍の方であろうが日本国籍の方であろうが課税をして徴収するという流れについては全く同じでございますので私ども今までしてきた取り組みを引き続ききっちりとやっていって適正に課税また適正に徴収を進めていくということを今後ともやっていきたいというふうに考えております中野委員。まあ特に、えー まあ先ほどの民泊の話でも地域の70件が空き家70軒が買い上げられてそしてそのうち20軒は同じ外国人同じ外国の同じ人物が購入しているというふうな実態もあります、まあ、その中でその固定資産税の支払いを誰か代理人を置いているのか 直接本国から払っているのかその辺はまだ詳細は分かりませんけれども実際、そういうふうな形で相当入り込んでいる部分があります今後、先ほどの分析の中で一定、地価が上がった後にまあ下がる傾向ももちろんトレンドとして見られるというふうなところでもありますし今後、言ってみれば 簡単に言うと鳥漏れとか、まあ、そういうふうな現状も考えられるところもありますしぜひ、その辺についてもしっかりと対応を当然ですけれどもお願いいいしたいと思いますそしてもう一つ今回、人事委員会で新たに京都方式という職員採用制度が始まって39人が合格してそのうち過半数の23人が女性だと。 というふうふなことで非常に女性の活躍という一つの流れを大きく見せるような結果になりましたでそんな中で,です、ね、一方で今まで着目されていました民間企業と職務経験者それから青年海外協力隊と活動経験者も毎年若干名ではございますけれども採用が進んでいるしかもそれに対する受験者は10倍。 20倍以上あるという風な部分でもあります。まあ、こういった中でですねその民間企業と職務それから生年、海外協力隊と経験者持ち味をどう発揮してもらう。またどう活動してもらおうというふうな思いで配置をされてますか？浪川人事部長。 あの今先生ご紹介ございましたようにあの今年度、えー、いわゆるあの京都市の上級1の試験にあの京都方式という採用試験を採用いたしました、えー、これはあの、まあ、面接だけで、えー、一次試験からすべての方を面接をしていくという試験であの4回にわたって面接で先行していくというものでございます、えー、またあの経験者、えー、民間企業の経験者の採用というのは、えー、平成15年度 かからの採用とといいうことで、えー、もうかれこでれ十数年、えー、やってございます、えー、経験者採用につきましてはあの民間企業で、えー、現在のところあの直近の7年間で5年間以上の,あの民間企業で、えー、勤務していた経験があるものということが受験資格になってございます。従いまして、えー、我々としてはまあ公務以外の分で まあ即戦力となるような知識、経験民間のノウハウを持っている方というのを採用していきたいというのが民間の経験者採用一方で、共同方式と申しますのはあのまあ州として学生時代にえまあこういったことだけはもう誰にも負けないよというような経験をしてきた、体力のあるような人え体育会でえ一生懸命頑張ってきたまあ勉強も一生懸命やってきた。ただあの 進路にあたってはあの公務員か民間企業を選ぶときに、まあ、公務員試験を勉強していないから民間企業に行っていると、まあ、そういうような方を、えー、採用していきたいというのが共同方式の採用でございますあのそれぞれ、えーまあ、意図して採用試験をやっているわけでございますので、えー、それに応じた形で人材の配置というのは考えてまいりたいと思っております中野委員、まあ、ちなみにあの民間企業ないしはあ青年会が協力隊を経験された えーまあ、どういう部署でどういう仕事に今、従事をしていますとえっあの経験者採用の方で申しますと、もうあの事務技術を合わせまして、500人近い方を、えー、採用しております。えー、従いしてちょっと どこにどういった形でっていうのはなかなかちょっと個別で申し上げることができないのかなというふうに思ってございます。あの海外青年青年海外協力隊につきましても三十数名の方を採用しておりますのでそれぞれ経験に見合ったような形で我々の人事当局の方で考えて配置をしているというような状況でございます。中野委員わかりました。まあまああの特にそういった方々の 外からの地というのはこれからの市役所に非常に大事なところだと思います、まあ、その一方でですね採用後、まあ、公務員文化というか、まあ、市役所の文化との隔たり、まあ、カルチャーショックということで、えー、悩まれるという方も少なくないと思います、まあ、私が直接お話を伺った方も 最終的にやっぱり京都市、あの市役所のそういった文化とか公務員の文化に馴染めずに結局残念ながらお辞めになってしまったという方も少なからずいらっしゃいます、まあ、そういった部分で考えるとほ、まあ、他に一般採用の職員さんのアフターケアもいろいろありますけれども、まあ、こういった民間企業ないしは青年海外協力隊を経験された、まあ、こういったこう,こういう流れを通して採用された職員さんへのアフターケアと。 いう部分については何か特別にされてることありますか。浪川部長、先生今ご紹介ございましたようにあの民間企業を経験された方です採用した方、もしくは青年海外協力隊の方で採用した方。 その方々を特別に何かケアするというようなことはやってございませんで、一般的に採用された職員については、採用後の面談であるとか、あとは人事異動が終わった後の面談とか、こういったことは通常通り実施しておるところでございます、はい、進行いたします。寺田委員 あの決算ということでまず全般的な話としてはほあ,あの,他の委員の方からも出てましたけども黒字という表現がねやはり毎年毎年こういう形になってますけども実態としてどうなるかっていうことはやはり市民の皆さんにね正しく伝えておかないとあのこの前もねえあるところでえ市長があの。 骨極黒字やったらこうしてくださいよああしてくださいよ」っていきなり言われはってすごく困ったはった姿を目の当たりしましただからそういった意味ではねあのもちろんそういった帳面上というかそこは黒字になってるのかもしれないけれどもやはり今京都市に置かれてる実態というのはしっかり知らせなければいけないだからそのまあ言ってるのは言ってはるんやけれどもすごくなんかこう決算の特徴とか読んでてもいつもなんかこう。 気持ち悪い感じなんですよね黒字やって言いながら後ろでもうこんなこともこんなこともこんなこともあるんですみたいな話になってるんでねその辺はやはりあのもう卒業しなあかんの違うかなと思います、まあ、そういった意味ではこの決算の頂い,いてるあの実績報告書の11ページでもですね黒字を書くほど書きながらもう中のほどには交債償還危機器の取り崩しなど特別の財源対策に依存せざるを得ない極めて 厳しいい状況とうことが書かれてますよ、ね、であのまあもう少しめくっていっても高速鉄道事業のところでも、えーまあ、黒字という表現が出ながらも、まあ、あの非常にこの経営健全化団体としてっていう、まあ、部分や将来負担比率の部分もですねまああの ま非常に厳しいい中身書かれています、まあ、この辺はですねやはりまあ我々こう議会の人間は中を見てますしいろいろと話も聞いてますから一定頭に入ってますけれどもやはり通常なかなか市民の皆さんは市民新聞等々読みなんですけども、まあ、見出しの部分とかですねあるいは 新聞なんか読んでても、ああ、京都市黒字なんか安心やなっていう風なイメージしかね。受け取られないんですよ。だからこういう決算の時期にしっかりとね。そういった正しい理解をしていただかないと。これ、はやはりあの何て言うか、市民の皆さんがむしろ。 経営者というんですかね、そういった部分でもあるわけですから、まあ、そういった意味ではあの、正しく理解をしていただかなきゃいとですねいわゆる事務を預かる、まあ、皆さん方としましては、あやはり事務執行上ですね、いろいろと問題が起きるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、あの言い方はあの優しく言ってますけども、中身は非常に厳しゅうございますので、よろしくお願いします。 それからあの支出基準についてなんですけども先般もですねあのちょっとまあ環境のところに土壌汚染があって30億ほどお金かかるという話でしたでまあ,あの私自身が土壌汚染っていう言葉を使うんやったら100億でもお金出すんかって言ったら出しますっていうことをさらっと言われましたあのまあ皆さん方はあの各まあいろんな事業ですね支出基準について 様々な基準を持っておると思います、まあ、そういった意味ではね、皆さん方自身がどういうラインでやっておられるのかっていうのは、この決算を議論する中で非常に大事な部分だと思うんですけれども、その中で私自身、今回ちょっと一つ気になりましたのが、いわゆる補助金と負担金なんですよねで、補助金に関しましては、私も平成2 0年の代表質問で、まあ、こういった支出基準をしっかり持たないとね、 ダメだということも言いましたしたこの議会の中でもですねあの補助金の支出のです、ね、リストを出していただく中でじゃあ全体の補助金の総額はどうなっているのかっていう話をした時にいやまだその金額なかなかつかめてないという話もあった中で、まあ、そういったことをしっかりやらないと。 そこは行財政局にしっかりやっていかなければいけないという話の中で今やもうあのこの補助金の交付状況をこの一覧表が出ましてえこの集計もですねしていただいているという形で非常に分かりやすくなっていますただ一方ですねまずっと見させていただく中で先般の書類調査でですねえ京都省というのがあるんですけどもそのレセプション 負担金というのがありまして、えー、稲盛財団というところに135万円というお金を出されているで、まあ、これそのものは総合企画局のことですから中身についての質疑はするわけではないんですけれども、まあ、私自身はあれと思ってあのことを全体的に私稲盛財団がされてるのかなと思ったらよく見るとレセプションは、えー、京都府と京都市と 稲森だの主催になっててそこをまあ負担金として拠出されてるということのようでございましたで、まあ、補助金につきましてはこういったリストが出ますからチェックできるんですけどもこの負担金についてですね皆さん方っていうのはその京都市が今私が一つ例示上げましたけどもそういったことの全体のリストをお持ちであったりあの提出してくれられたらすぐ出せるような状況にあるんでしょうか 結城部長。はい、えっ、ー、と。まずあの1点目のえ、黒字の見せ方の件でございます。あのこれまでからご指摘をいただいているところでございます。あの財政に限らずですけれども、あの徹底したあの情報公開、あるいはあの分かりやすい情報を提供をすしていくということが。まあ,あの。 私どもの基本姿勢であることには間違いございません、あのこの決算について申しますと、えー、決算黒字でございますけれども、えー、特別の財源対策を講じた上での黒字ということで、実質的には赤字ということでございます、えー、これが正しく市民の皆様に伝わっていないというようなご指摘というふうに認識をしております、あの引き続き努力をしていきたいというふうに思っております。 それからの支出基準とということでございますご紹介いただきましたように、補助金一覧につきましては、先生ご指摘等を踏まえまして、一覧として出させていただいているところでございますけれども、この負担金というものにつきましては、そういう一覧というのはございません。ただ、提出することは可能でございます。 ちょっとじ時間はかかるかもしれませんけれども、その負担金にもいろいろございますので、こういったものといった限定付きといいますか、あのその辺はご相談させていただきながらの提出になろうかと思います、以上でございます寺田委員まあその負担金の位置づけにもよると思うんですけども、まあ、私は今回のこの、まあ、京都省っていうのがど、どういう経緯でね、どういう話になって、 お金を出すことになったかというのはちょっと調べてみたんですけど、議会に対してこういう支出をされるという記録も、まあ、あの見た、私調べた限りではないようでありますので、もしそういったものをこういう時にこういうふうに説明しましたということであればね、まあ、それはあのそちらと違ってまた、早、あ、期、のー、になるかもしれませんけれども、お聞きしたいと思うんですが、あの私自身、 京都府の方のね、補助金等の交付に関する規則を見ましたら、京都府の方では、補助金等とは知事が交付する補助金、負担金、まあ、利子・補給金、その他っていう形になってるんですよ。 交付するる補助金、まあ、その他になってるんですねですから当然その補助金の等の条例の中にはこの負担金は入らないという形になってくるので多分この,あの交付状況一覧の中にも載ってこないと思うんですその条例に基づいてこれ作っておられるんでねただ私はやはりあの議会が審査する中でですね こういった形で補助金等の交付状況一覧もこうして出していただくことによって非常にですねいろんな補助金が出てるんだなということも明らかになりましたし全体的にですね行財政局が管理することも可能になったと思うんですけれども同様に私はやはり負担金も、ね、同じようにやはりする必要があるかなと思うんですけれども例えばその条例の中に同じようにその負担金を入れるということはできないんでしょうか。有部長 当然、あのあの条例を改正すれば入れられるということでございます寺田委員、まああの。それはもちろん条例改正してはいけるんですけど、皆さん方のお考えの中にね、そういった条例改正してね、そして負担金も含めて市民の皆さんにしっかりと明示するというお考えはいかがですか。有岐部長先ほどどももも申しましまたけれども負担金あの,の中でも、えー、例えばあの 義務的に負担しなければならないようなものがございますので、そういったものを除いた任意のです、ねえー、負担金については、まあ、な何て言いますか、あの精査といいますか、査定といいますかあの、そういったものは必要かと思いますけれども、まあ、今の考え方で言いますと、入っておりません、あの局の中でその辺あの判断をいただいて、支出をされているということでございますけれども。あの 大変厳しい状況の中であらゆることをやっていかなあかんというような状況でございますので、あの検,討検討しなければならないというふうには認識をしております寺田委員、まあ補助金もね、当然、今まさにおっしゃったように、まあ、あの法令等の定めがあって、ね、出される場合と、任意的な補助金というのがある。で 負担金も同じように、その法令等の定めがあって、まあ、義務的な負担金もあれば、任意的な部分もあるという形だと思うんですけど、私自身は今、話ありました、任意的な負担金ですよね、ここについては、条例改正してでもね、中に入れて、そして市民の皆さんにしっかりとこういうものがあるということを開示することがね、一番望ましいと思うんですけども、その辺もう一度お聞きしたいと思います。はい有 少しあの検討させていただきまして、ちょっと前向きに取り組んでいきたいと思います寺田委員。われわれね、やはり決算、いろいろとお金の出入りを見るわけなんですけれども、その中でね、あのまあ、 書類調査させてていいただいてあのなかなかね全部見られたらいいんですけどもそういうわけにもいかなくていろんなことを考えながらピックアップして見てるんですけども、まあ、あの補助金につきましてはね私自身も過去にだいぶいろいろとやり取りさせていただいて非常にまあ,あのクリアになってきたなと思うんですけどもやはりその類似といいますかねそういった形でね あのよ支出されている部分については、逆にね、皆さん方がむしろ、私はなんて言いますか、コントロールっていうんですかね、全体を把握しやすいと思うんですよ、そういう形の方がね、だから、そういったことも話しさせてもらってますし、皆さん方がコントロールしやすいということは、我々議会にも分かりやすい、市民の皆さんにも分かりやすいということにつながると思いますしね、その辺あの早期に、まずの条例の改正も含めて、対応をお願いしたいと思います。それからあの 資産活用についてという形で、まあ、あの私自身もいくつか、まあ、この資産を売却しますみたいなお話もお聞きする中であのもう少しこう何か検討といいますかできなかったのかなって思う部分もあるんですが、まあ、その辺ですねやはりその京都市の持ってる資産の活用っていうのは今後ますますね 色とお、まあ、議論といいますか重要になってくると思うんですけどもちろん売却というのがねベースにはあるんでしょうけどもおこの社会情勢が変化している中でねその資産の売却も含めて私はいろんな対応が必要だと思うんですよで先般もその売却っていうお話を聞いた時にこれならばですねいわゆるそのまあまあ あの宿泊施設にですね転用できるんじゃないのかなっていう話もしてたんですけどもねこういった宿泊施設が非常に少なくなってきてるというこの今のね情勢に合わせた逆に言ったら資産運用とかそういったことをねやはり考えていかないともちろん一定長期ビジョンではねいろんなことが計画されてると思うんですけどもその中で社会情勢が変わっていると変わった時にね ちょっと立ち止まって考える。あるいは議論するっていうことは、やはり必要になってこようかなと思うんですけど、そこら辺はいかがでしょうか。西村資産活用推進室長。はい、あの資産活用についてでございます。あの、この資産活用、大きく二つ目的があると思っております。あの、一義的には、もちろんこの財源の確保といったような、あの側面もございますけれども、一方では、 この例えばあのまあ学校跡地のようにその地域のまちづくりにも資するまあそういったような観点の活用ということもございます。であの 今、社会情勢がいろいろ動いていくというご指摘でございます。あの私どもにつきましても、いろんなあの観点でこの資産の活用は考えていく必要があるというふうに思っております。そういった中で、その一つの手法としましても、市民党提案制度、なかなかあの我々行政だけで考えても思いつかないようなアイデアをいただくという一つのきっかけにもなっていようかと思っております。あのこういいったろんなあの手法を まず用意をした上でこの社会情勢にどう対応していくか、まだ十分できていないところもあろうかと思いますが、そういった方向で今後とも進めていきたいというふうに思ってございます寺田委員。もちろん、資産活用の中で、えー、不動産の売却もそうなんですけれども、まあ、今まさに話題になっている ネーミングライツって言うんですかね？名前の売却もまあ資産活用という形です。で、まあ、あの市民の方にはね。あのイヤン50億もらえるしっていう話もやるんですよ。 でもそれは大きな間違いでね、民間企業そんな甘くないですよ、50億のお金出すということは、50億以上のものを手に入れるから、50億出すんであってね、それだけのなりの価値のあるものを京都市は手放すということなんですよね、その辺が私自身はやはり十分市民の皆さん方にご理解をいただけているのかどうかということも不安なわけであります。その中でまあ あの美術館ののネーミングライツの話もありますで、まあ、決算ですからねあまりその深く関わるわけではないんですけどやはりその京都市の財政非常に厳しいという中でねこのネーミングライツの収入もまあ一定あるということが今日の決算の報告でもあるんですけどもその中でねやはり私自身が言ってきたのはそのきちっとしたねやっぱり線引きをしていかないと。 いわゆるその京都会館、まあ、市民ホールそういったものはやはり全国の自治体でもねたくさんありますそして小規模の自治体でも市民ホールをお持ちのところはたくさんありますただ美術館ってなってきますとねそう数があるもんでもないですし特に京都市の美術館は非常に歴史がある、まあ、そういった中でね、まあ、京都会館ができるんだから美術館っていうその感覚っていうのが私には理解できないし文化庁来てもらいたいっていう 思いと、ね、私は相反するんじゃないかなというふうに思っておりますけどまあ決定されてるのは文化市民局ですから皆さん方にいろいろと言うのはここかもしれませんけどやはり基準をね皆さん方は作る側しっかりやっていく側でございますそういった意味では私自身がですね、えー、京都会館の時に、えー、もっとしっかりとした基準を持たなあかんもっともっと議会と話をしなあかんって言ってきたことがですねないがしろにされて今日に来てるそして今になって 新ししししいいルールーををっっっかり検討しますととうことを市長もおっしゃっているただ新しいルールを検討しますと言いながら今のこの美術館のネーミングライツはその新しい基準でやるのではなくてもう従来の曖昧なルールのままに進もうとしているという非常に矛盾が。 今こう来てるんですねで審議会のメンバーもその議論の場もどうやら聞くところによると非公開であるという形の中でね議会にも見せない市民にも見せない与えるのは結果だけという形がね今の時代に合ってるのかなというのが非常に私自身はあまあ不信と言いますかねあの思いますしせっかくですね二元代表制議会とともにいうふうにいつも 市長はお話しされているわけですから、当然ですね、そういったことも共にお考えいただくということが、私はふさわしいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、皆さん方の中で今後、ネーミングライツをるとお考えになるということですけれども、議会の関与に関することについては、何かお考えになっているんでしょうか西村市長。はいあの 美術館の件、あるいはネーミングライスの制度そのものに関しての件のお尋ねについてでございます。この間、いろんな議論がございまして、たくさんのご指摘もいただいているところでございます。私どももといたしましまても まあこの平成20年に制度ができてからその間、京都会館ですとかそういった大きな案件もございましたその間にこの制度の見直しという部分に十分着手できてこなかったと。 いうことについては真摯にあの反省をしなければいけないと思っております。で、えー、っと今ただいまいくつかごしご指摘をいただいた中で、え特にあの視界の関与に,についてでございます。あのまあこの間の議論の中でもこのネーミングライツまあ司法上の契約という性質上、まあ議会の議決がいらないから行政が一方的に決められるのかこういった、えー、議論もございました。えー、私ども言います。 いた,しましてはただいま先生がご指摘ございましたようにいろんな政策というものはこの二元代表制の下で議論をして えまあ論点を明らかにしてより良いまあ政策施策につなげていく、まあ、そういうことが基本だろうと思っております今あのこのネーミングライスの制度につきましては先ほどございましたあの対象施設をどうするかといった問題それから基準等をどうするかといった問題ただいまの司会の関与のあり方をどうするかといった問題多様な観点で今あの鋭意ちょっと検討を進めているといころでございますがいずれにしましても司会の関与のあり方につきましてもは 我々は検討のポイントだというふうに思ってございます。以上でございます。寺田委員、私は今の話もう一つ抜けてるのは期間やと思うんですよ。50年間ですよね。こう私らが責任を取る期間じゃないんですよ。やはり5年とかねそういう期間であればね、まあ一定我々の世代で決めさせていただいたんですということも一つの考え方かもしれませんけど、50年間というのはね、こう三代ぐらい変わるわけですよね。ですからそういった意味では次の代やその次の代までね、まあいわばこう それを渡すという形になりますし、もちろんそれが十分な議論の上で、市民合意を得て、議会の理解も得た上でなったものであればね、それは、まあ、いわゆる共通の景観政策ではないですけれども、理解できるんですけれども、そういったこともせずにですよ、それを子や孫の代までやるっていうことについては、私自身はね、こういうやり方、このネーム内の一つに限らずね、こういうやり方を私は行政がやるっていうのはね、 議会としては申し訳ないですけども緩和することはできないというふうに思いますしやはり皆さん方がもっともっとですねあのこの決算の場で今我々はあ27年度のお金の使い道を見てるわけですけどもそうしたことがねこの,この年度に終わるんじゃなくてやはりそれが翌年度にはどうなるのか10年後やそれこそ50年後にはどうなるのかっていう議論の中でやはりやっていくその中で私自身はこの問題も含めてですね もっともっと議会とですね、やはりいろんな意見交換をして、そして議会の理解、市民の理解を得た上でね、やはり京都市が前に進む、京都市政が前に進むという姿勢をしっかり持っていただきたいと思います。以上ですす進行いたします赤坂委員私ののの方から、えー、っと京都市の人感報告とこの 京都経済へのの影響の決算について質問しますで本決算27年度決算は、まあ、京宮古プランの前期最終年度の決算でありまた人件費削減を成果としています、まあ、先日京都市の人事委員会の職員給与に関する報告と勧告というのは、まあ、国の人間と違って基本給の引き上げなしボーナスの積み上げで平均年間給与は約 4万円の引き上げという内容でした地方法第24条の給与決定の考慮すべき5要素、生、え、計、ー、費、えー、国、えー、他の自治体、民間賃金、その他、そういうものに基づいて、その職務にふさわしい 生活給の保障であるという、韓国として受け止めておられますか、今後、韓国の具体化を図る条例提案をする行財政局としての今後の対応はどう考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います波川部長、はいえー。今、先生から人事委員会の勧告および報告についてご紹介がございました。 今年度につきましては、月例給につきましては、公と民の格差が62円ということで、格差が小さいので、月例給を改定するというのは見送りましょうと、また一時金につきましては、民間企業の支給付き数を下回っているので、これについては0.1付き分を引き上げましょうという勧告をいただいてございます。 我々あの公務員の勤務労働条件につきましては、基本的には人事委員会の勧告ないし報告に基づきまして、従前からその勧告報告を尊重する中で、最終的に条例改正が必要なものにつきましては、条例改正をお願いをして、ごきをいただいて、決定をしているという手続きを取ってございます。基本的には今回も同様でやってまいりたいというふうには考えてございます。赤坂委員 今お話がいただいたように今回の人事院勧告の中身というのは民間労働者との賃金比較をされて職員の給与は民間よりも低いという実態を明確にされておられますつまり京都市で働く民間労働者の賃金というのはベースアップをしたところが前年比で減少していると。 ベースアップ中止というところが増えているというのが指摘されているところなんです。まあ、その点で私ども、この今回の公務員賃金については、ぜひ今お話がありましたように、えー、きちんとですね、えー、いわゆる代償措置としての人間制度を、まあ、でもあるということでありますから、えー、きっちりとこれは実行すべきだと考えています。でそこで 人間実施をしないということは、これはいわゆる公務員の基本的労働基本権の制限、これに対する代償措置ということになっていますが、公務員の身分保障という点で、人間制度の機能を創出させることがない、当局の使用者責任を果たすという点で、大事なポイントを今、お話しいただいたというふうに思います。でまたあの 職員給与は C、ね、職員の賃金に準じて決まる農協職員およ、まあ、び保育士さんなどの福祉関係職員の賃金にも波及効果があるというふうに言われておりますが、まあ、職員給与はです、ね、京都市の決算報告でも769億円約1割の規模となっております大きな経済的な影響を与えるというものだと私は認識していますが この人賃勧告が完全実施によって働く者のやる気を起こして消費購買力を高めるという点での賃金引き上げがです、ね、京都市経済への影響は大きいというふうに私は思うんですがどのように見ておられますか。並川部長 人事委員会勧告につきましてはあの先生ご紹介のとおりあの公務員の労働基本権が制約されていることの対象措置ということですので第三者機関である人事委員会が本市職員と民間企業との公民の比較をした上えでその格差を埋める。 上上げげるる場合は上げる民間の方が下回っている場合は公務員を下げるというようなことを従前から行ってまいりましたその公務員の給与に関しての民間への波及効果ということでございますけれどもいって公務員の我々の公務員の賃金に連動するような形で賃金を決定しておられるところがあろうかとは思うんですけれどもそれが具体的にどのぐらいあるかということにつきましては我々の方で把握しているものではございません。 赤坂委員、まあ、ぜひ一度、いろんな企画をしたときにです、ねえー、この間、リンパでしたかね、なんか企画をやったときに、えー、どれだけの経済効果があったというの出してはりました、そういう意味ではあの、どれだけの経済効果があるのかと、影響が大きいのかというのも、ぜひ検討していただきたいというふうに求めておきたいと思います。でえー、特にあのこののの間もも国の方で,もです、ねえー、実際経団連との 賃金引き上げの求める声をです、ね、安倍首相自身が求めておられるということもありますし、そういう点で今後です、ね、労働組合との労使交渉がなされて、地方法上も公務員の身分保障は必要だということは、これはもう明記されておるものでありますし、まあ、全職員がです、ね、市民の皆さんに全体の奉仕者としての職務遂行が果たせるように、 まあ理事者はその責任を果たしていただきたいし、市民の命と暮らし守る共同施を進める立場で奮闘し,たいしていただきたいというふうに思いますが、いかがですか浪川部長。繰り返しになりますが、あの従前からあの人事委員会の勧告、報告を尊重して取り扱ってきておりますので、それに準じて、ててままいいりたいと考えてございます赤坂委員、えー、続いて、防災対策の問題についてお尋ねいたします。 理財局が、行財政局がです、ね、平成24年度から防災体制を強化するということから、まあ、主幹局となって地域防災危機管理の体制を強化してこられましたが27年度の決算結果というのは避難所の確保と災害用の備蓄物資の保管という点で、まあ、十分と言える状態という認識なのかどうかまた災害時の避難所に災害救援物資は 十分整備されていると見られているのかどうか、いかがでしょうか。川崎防災危機管理室長、はい、24年度以降の地域との連携についてのご質問でございます。あの平成24年4月、この時に従来、消防局にございました防災危機管理室を行財政局に移管いたしますとと,ともに、各区役所、支所には地域との連携を深めると。 いいう目的でで地域防災係長を配置したところでございますまた平成26年4月からはこの各区役所支所の地域,地域力推進室長および先ほど申しました地域防災係長を防災危機管理室と兼職とするということによりましてこの本庁と各区役所支所との連携の強化を努めております。 また、同じく26年4月には防災危機管理室に地域防災を担当いたします理事それと担当課長を置いておりますこれら地域との連携を強めるというこういったあの体制の強化によりまして各区役所におきまして実施していただいております避難所の運営マニュアルの策定また土砂災害の警戒区域の指定 ハザードマップの作成など、地域の皆様と一体となった防災対策の推進につきまして、大きな効果があるものと現在考えているところでございます、以上でございます赤坂委員あの。今お話があった地域連携を強めているというふうにおっしゃったんだけども、やっぱりまだまだあの私、頂いた資料を見ますと、北区の総合庁舎、それから上行の総合庁舎、 それから中京区の総合庁舎下京区の総合庁舎南区総合庁舎西京区総合庁舎伏見の総合庁舎というのが大体食料ですねアルファ米とおかゆですねそれから補助食料という点で,です、ね、非常に配置されていないという 資料を私、9月1日付のもので見ているわけですけれども、こういう点はね、ぜひやっぱりきちんとね、やっていただきたいし、十分、ある程度の想定をされたその被災者の人数に応じてできるような体制を組んでおられると思うんだけども、こういう区役所にないということ自体もおかしいと思いますしえまた、学校のところもですね、実際に、 えー、アルファ米、お粥がない、飲料水もないという三点がセットがね、大体ないところが。まあ、これだけあるわけですわ。やっぱりね。だから、あのー、こういう点での、あの、充実をですね、早急に強めていただきたいと思いますが。いかがですか。川崎市長。はい、備蓄についてのご質問でございます。ただいま先生から、ご指摘ございましたように、えー、区役所に、区役所。 によりましては備蓄の食料がないあるいは、えー、学校備蓄と申しましてもの備蓄している物資それに偏在,して偏在があるということでございます、えー、現在の備蓄につきましては平成26年の3月に京都市備蓄計画を策定いたしまして5年計画で必要数量を配備するということで現在26年度27年度の2か年が終了したところでございます、えー、まず、えー、この 今後の備蓄の方針といたしましては従来は区役所なりの拠点備蓄倉庫そういったところに大量の物資を保管して災害があれば被災地へ直ちに送るというシステムで進めていたんですけれども東日本大震災等の教訓を踏まえまして何よりもまず地域の皆様が一番に避難される避難所に備蓄食料等を 保存しておく、確保しておくことが何よりも重要であろうということで、分散備蓄、これを主要な課題として現在、取り組みを進めているところでございます。平成25年度末には52校で分散備蓄を実施していたんですけれども、平成27年度末ではそれが96校まで増えております。 これにつきましては、各学校とも学校は教育施設であるという本来の目的がございまして、その本来の目的を犯さない範囲で、教育委員会、また校長先生のご理解、ご協力を得て進めているところでございますが、今後も引き続き、協力委員会の協力を求めて進めてまいります。 それと区役所等につきましても、現在まだ5年計画の2年目ということで、若干のばらつきはございます、この5年終わる時点では、こういったばらつきがないように、均等に被災者の状況にも合わせて備蓄してまいりたいと考えております、以上でございます赤坂委員、ぜひ今の5か年計画ですね、前倒ししてでもですね早くやっていただきたいと、この間の台風の被害、熊本の地震、 えね、東日本大地震災、大地震からも含めてです、ね、こういういろんな問題が起きてますから、早急にいつ起きるかわからないと、えー、30年内に、えー、南海トラフの地震発生も70%の確率であるというようなこともこ言われてますから、まあ、そういう点では、ぜひ早急にやっていただきたいというふうに思います。 いいただいただ資料などを見てみますと福祉避難所は49か所なんですね。ぜひまだない行政区もありますしそういうところらへんの早急に確保すべきところですねやっていただきたいというふうに思います。100%確保できた粉ミルクや紙おむつ生理用品などいろんなところで100%も実現されているところもありますがそういうところはぜひ 早急にやっていただきたいと思います。ですかね。はい、川崎市長。はいただいまございました福祉避難所でございます。これにつきましては、保健福祉局。のお力によりまして、市内各地の。 市内各地にございます社会福祉施設等と協定を結んで福祉避難所としているところでございますなんとかその備蓄物資の各置き場所そういったものの確保につきましても保健福祉局と力を合わせて頑張っていきたいと思います以上でございます赤坂委員でそこでね、えー、まあ、先日もいろいろあの今お話しいただいたあの管理体制お互いに連携体制というのをね 危機管理体制を取り組んでられるというふうな今お聞きしましたけれども先日あの集中豪雨の時にですね想定外の規模の短時間の雨だということで9月28日でしたかねあったんですね伏見でも私もこの旧伏見市の中心にですねこの鴨川桂川の河川のですね 三線合流地域のところちらもう低いところですから、まあ、いつも水がつくということでこの間も問題が出ていますでしかしあの十分あの27年度の工事の中でもです、ね、随分と薄い観ね伏見の中心部を中心としてです、ね、伏見浄化センターに向けての,この重要な薄い観線の機関をやっていただいてるんですけどもこれやってるのになんで <laughs> この。 地元,がですね、地元の人からしたらね、こんだけやってるのになんであの水が出てくるのやというふうなことも非常にあって、えー、これはもう土木事務所や、下水道局の職員の皆さんにとってはです、ね、助けに行きたいけれども、人手が足りないから行けませんと、取りに来てもらえませんかと、しかし取りに、こんな雨の中行けるんかということでね。 あの持ってくるとしたら自転車に前と後ろに2つしか泥を詰めないなんてねあの奥さんが怒っておられましたけどもそういう意味ではもうやっぱり直接市民と行政との信頼関係の場所になってきますので私はそういう意味でこれぜひあの職員をね増やしていくということも含めてですね何らかの体制をしないと市民の信頼を得られないと思うんですがいかがですか 川崎市長、はい、先般9月28日の集中豪雨でございますけれども、ただいま先生からございましたように、本当に,あの急,激に急激に激しい雨が突然降ったということで、雨水管線等を整備されていても、やはりそれでも対応できなかったという部分もあったことと聞いております。ただあのこの対応についいてでございますけれどもあの、まあ、土木事務所 上下水道局ございますしまた他にも消防局消防局でもどのを積載して各地の現場へ出動しておりますでこの,の体制ですけれども、まあ、常時というよりもこういった緊急な時にどのようにして対応していくのか人員を確保していくのかということにつきましてはまたあの建設局上下水道局とも十分協議してまいりたいと考えております以上でございます赤坂委員 ありがとうございますでそれでねやっぱり地域のことは地域住民が主人公で取り組むということを大事にしながらですね、えー、実際一方で行政責任でやはり内水ら反内水氾濫の防止のための問題とかこの間農業用水路の改善なんかもこれは求められているというふうに思いますでそういう点で、えー、民間事業者との連携も強めて避難所を確保するということも必要だと思いますのでまあ、さらなる 公的責任を果たすことを求めて終わります質疑の途中ですが、暫時休憩いたします、再開時刻は3時20分、3時20分といたします。